ほう、大した信頼だな。だがそれもこの茨城ネガティブキャンペーンにより打ち砕いてくれるわ。ネガティブなんですか？ネガティブキャンペーンだ。茨城の印象を悪くし、人間どもには茨城を嫌いになってもらう。そんなことして何の意味があるんですか？茨城を嫌いになれば、それを守る茨城があるのことも嫌いになるはずだ。そうすれば応援を力に変える奴のパワーは半減、倒すことなど簡単だ。おお、なるほど。さすがは田中和夫様。残念だったね。茨城にはいいところたくさんあるんだから。ほう、ならば茨城の魅力を我々に教えてもらおうか。まず納豆でしょ、ミートコーンもあるんです。あ、それからイバライガーとか。たったそれだけか。無理をするな。本当は茨城には何も魅力がないと思っているのだろう。そんなこと隠そうとしても俺様の目はごまかせんぞ。茨城なんて所詮そんなものよ。どうだ、ここにいる者たちがネガティブな心を抱いておるわ。おー、作戦は成功ですね。もはや茨城ガールなど敵ではない。さあ会場を攻撃し、茨城ガールをおびき出すのだ。じゃあ待て。おお早い登場だな、茨城ガール。お姉さん、お姉さん。あ、大丈夫。よかった。さあ、早く安全な場所へ。うん。なんだ、みんなの様子がおかしい。タバカラカス、一体何をした？まあ、そう慌てるな。すぐにわかる。さあ、より、ずっとい。力が出ない。思い知ったか。これがネガティブキャンペーンの力だ。茨城を守る貴様を応援する者はもういない。いたとしてもネガティブの壁の前には応援など届きはしないわ。そういうことか。さっきまでの威勢はどうした？もう終わりか？まだだ。おや、まだやるのか。当たり前だ。たとえ力が出なくても私は絶対に諦めたりはしない。それにこそ茨城があるんだ。でも俺様が直々にとどめをさしてやろう。さあ覚悟しろ。うっ、私は負けるわけにはいかないんだ。まだ勝つとは、さすがといったところか。だが無駄だ。茨城に魅力がない以上、人間どものネガティブは嫌い。もはや貴様に勝ち目などはないわ。そんなことないよ。お、茨城の、そうだ、そして何よりも大好きな茨城を
ピールしようとしているみんなの心、笑顔、これほど素晴らしいものはない。戦闘員、話が違うぞ。何が納豆と水戸黄門だけだ。他にもいっぱいあるではないか。俺たちだって知りませんでしたよ。あまり広くは知られてないかもしれないけど、でも茨城は日本に、いや世界中に誇れるものがたくさんあるんだよ。そんな茨城のためにも私は負けられないんだ。大変です。会場のネガティブな心が消えていきます。よどりだが、もはや手遅れだ。茨城があればすでにボロボロ。我々の勝利は揺るがる。地球は我々ジャークなものだ。そうはさせないよ。みんな茨城があるに力を貸して。みんな茨城があるに力を貸して。大きな声で応援しよう。せーの、もっと大きな声で茨城があるって言うんで、せーの。みんなの声が聞こえるぞ。うおー、復活、茨城がある。バカな、なんだこのエネルギーは。たまたま勝つ地域を愛する人々の心、その強さお前に教えてやる。いい、こうなったら貴様らまとめて倒してくれるわ。やってしまえ、セントリー。シャー、そうなれば何としても貴様を倒してくれるわ。仕方がない、来るなら来い。行くぞ。うわあ、もちろん会場のみんなも無事だ。よかった、よかった。どうもありがとう。こちらこそ、みんなの応援のおかげで立ち上がることができた。どうもありがとう。ねえ、茨城の、茨城って世界に誇れるものがたくさんあるんだね。もっと知りたくなってきちゃった。地域のことをよく知り、その魅力を感じることはとても大切なことだ。そしてこの日本を、地球を愛する気持ちを育てていくことで、世界はもっと良くなっていくはずだ。そうだね。これからの茨城を、群馬を、そして世界を作るのは君たちだ。君たち一人一人が茨城の、群馬の未来を明るくするヒーローなんだ。みんな、素敵な未来を共に作ろう。みんな、素敵な未来を共に作ろう。あー、時空戦士、茨城ガール。はい、かっこよかった茨城ガールたちに大きな拍手をお願いします。みんなありがとう。はい、どうもありがとう。この後は茨城ガールたちとも握手写真撮影会がありますが、その前に一旦お別れをしたいと思います。もう一度会える魔法の言葉、イバイバイでお別れ。
バイバイ。それじゃあみんな、また会おう。バイバイ。それじゃあみんな、また会おう。